パリゴリン女子ゴルフが7日開幕。初日のこの日、チ,チームジャパンは何コースと遅いグリーンに手こずった。山下美優は2バーディ。1ボギーの1アンダー71にまとめ、首位とロッタサの7位タイ。佐藤優香はスタートホールでいきなりボギー。最後まで流れをつかめず5オーバー77。46位タイと出遅れた。セリーヌ・ブティエがトップに立った。山下はリディア・コート同組でプレーした。 3番でバーディを先行させたものの4番でボギー。続く5番でバウンスバックバーディを奪ったものの、あとは我慢のゴルフでスコアカード通りのプレーが続いた。山下は全米女子プロ2位に入り、古江彩香の世界ランクを逆転して五輪代表の座を射止めた。古江は代表を逃した後、アムンディエビアン選手権で優勝しメジャーチャンピオンになった。現在の世界ランクは日本勢最高の覇で。 山下は五輪でライバルの震えを退りぞけるために全力を尽くす。笹生は出だしのボギーを3番のバーディで帳消しにしたが、7番でミスを犯し、ダブルボギーを叩いて交代した。残り54ホール。二人のなでしこの巻き返しに期待したい。パリ五輪女子ゴルフが7日開幕しました。初日、チームジャパンは難しいコースと遅いグリーンに苦戦しました。山下美優は2バーディ。 1>, 1ボギーの1アンダー71で首位とロッタ差の7位タイに入り、トップ10をキープしました。一方、佐藤優香はスタートでボギーを出すなどして、46期タイでスタートしました。フランスの世界ランク7位、セリーヌ・ブティエが首位に立ち、山下はリディア・コート同組でプレーしました。山下はバーディを取ったり、ボギーを打ったりしながら、我慢のゴルフを展開しました。 山下は全米女子プロ2位に入り、古江彩香の世界ランクを逆転して五輪代表の座を獲得した。古江は代表落ち後にアムンディエビアン選手権で優勝し、メジャーチャンピオンとなった。現在の古江の世界ランクは日本勢最高の破棄で、山下はその古江を退けて五輪出場権を手に入れた。一方、佐藤は不調で、ダブルボギーを叩いて交代したが、 残り54ホールでの巻き返しに期待がかかる。7日。パリ五輪女子ゴルフが開幕。初日。チームジャパンは難コースと遅いグリーンに苦戦。山下美優は2バーディ。1ボギーの1アンダー71で首位とロッタ差の7位タイ。誘う優香はスタートでボギーを起し。5オーバー77で46位タイ。フランスの世界ランク7位。セリーヌ・ブティエがトップに立つ。 山下はリディア・コート同組でプレーし、アウェーの雰囲気の中で我慢のゴルフを展開した。山下は全米女子プロ2位に入り、古江彩香の世界ランクを逆転して五輪代表に輝いた。山下は2年連続国内ツアー年間女王の実力を持つが、古江は代表を逃した後、アムンディエビアン選手権で優勝しメジャーチャンピオンとなった。古江は現在世界ランク8であり、 山下はその震えを退けて五輪出場権を獲得した。五輪は山下にとって、ライバルとの戦いであり、松山英樹の銅メダル獲得を目にしてさらにモチベーションが高まっている。一方、笹生は出だしのボギーを3番のバーディで帳消しにしたが、7番で痛恨のダブルボギーを叩き、後半も盛り返せなかった。しかし、まだ初日が終わったばかりで、 残り54ホールでのなでしこの巻き返しに期待したい。日本ゴルフ界は松山英樹の銅メダル獲得に沸いたが、同州の国内女子ツアーでは武田レオが4勝目を挙げ、メルセデスランキングで1位に輝いた。武田も五輪出場への意識を強めており、強豪たちとの競い合いに向けて生き込んでいる。松山の活躍が大きな刺激となり、五輪への夢を胸に戦い続けることが、 オリンピアンへの第一歩だ。世界ランキング4次比の武田は、日本勢6番手として頑張っている。海外メジャーにも挑戦し、初参戦の全米女子オープンで9位タイ。その後も、KPMG 全米女子プロゴルフ選手権や7月のアムンディエビアン選手権でも予選通過し、3試合で結果を残した。次に控えるメジャー最終戦の AIG 女子オープンに向けて、 今週の大会は仕上げの意味も含む。昨年、一昨年と三次比台に甘んじたが、しっかり頑張りたいと意気込む。今週も初日から攻めのプレーを心がけ、バーディをたくさん獲得したいと考えている。平均262.02ヤードの飛距離を生かし、スコットランドに向かう。パリ五輪の女子ゴルフは13日目の7日午前9時に開幕し、 60人が4日間72ホールをプレーする。日本代表は笹生優香と山下美優がそれぞれ他選手と同組でティーショットを放つ。日本代表はこれまでに金11個、銀6個、銅12個のメダルを獲得している。パリ五輪13日目、パリ五輪のゴルフ競技は21年マスターズ覇者の松山英二が4日に通算17アンダーで。 日本男子初メダルとなる銅メダルを獲得した。21年東京五輪で稲見萌寧が銀メダルを獲得した女子は7日の日本時間午後4時に開幕。日本からは笹生優花、山下美優が出場する。笹生は母の出身地のフィリピン国籍で出場し9位だった東京五輪に続いて今度は日本国籍で2大会連続の出場。 今期全米女子オープンを制した実力者だけに、金メダル獲得への期待も集まる。日本のトップとしてパリ五輪に挑む笹生は、メダルは取りたいと思っている、と意気込んだ。山下はオフに、日本代表として出たい気持ちがある。メジャーも大事だけど、オリンピックは特別、と語っていた通り、全米女子プロ選手権でベツアー自己最高の2位に入って、逆転でパリ切符をつかんだ。 五輪ではメダルを取りたい。笹生と山下が、日本女子の2大会連続メダル、そして日本ゴルフ界の悲願である金メダルに挑む。パリ五輪の戦いが始まる。かつては男子ゴルフの付け足しだった。パリ五輪のゴルフ競技は、すでに男子が終了。女子は8月7日から4日間、男子と同様にパリ南西のル・ゴルフ・ナショナルで開催される。 競技形式も男子と同様で、4日間72ホールのストローク個人戦でメダルを競い合うのだが、五輪の歴史を遡ってみると、女子ゴルフの立ち位置は、男子ゴルフのそれとは若干異なるものだったことが見て取れる。ゴルフが五輪競技に加わったのは1900年のパリ五輪からだった。しかし、その際に男子は36ホールのストロークプレー個人戦だったのに対し、 女子はわずか9ホールしか行われず、おそらくは付け足しのような存在だったのだろうと想像される。次なる1904年のセントルイス大会では、男子はストロークプレー団体戦とマッチプレー個人戦が行われたが、驚くなかれ、女子ゴルフは行われなかった。近年、ゴルフ人気が高まり、2016年のリオ五輪で112年ぶりにゴルフが競技に復活。 男子ゴルフと女子ゴルフは同じ形式で開催され、女子ゴルフでは韓国のインビ、パークと米国のネリー・コルダが金メダルを獲得。パリ五輪でも60名の女子選手がメダル獲得を目指す。女子選手の選出方法は世界ランキングをもとに行われ、各国チームの代表選手が選ばれる。今回のパリ五輪では4名で構成されるチームが一つもない状態となった。 前回の東京五輪で金メダルを獲得したコルダは米国代表。前々回のリオ五輪で金メダルを獲得したパークは韓国代表だったが、金メダリストを輩出した米国と韓国の2チームだけが今回のパリ五輪で3名構成を誇っていることは、五輪における女子ゴルフの勢力図が、今なお米国と韓国の2強であることを示していると言えそうである。とはいえ、各国チームの代表選考レースは、 実に目まぐるしいものだった。韓国チームは、6月下旬に開催されたメジャー大会の KPMG 全米女子プロゴルフ選手権で悲願のメジャー初制覇を成し遂げたエイミー・ヤンが、五輪代表選考のデッドラインギリギリで韓国代表に滑り込んだ。